それでは聖書を開いてください。第二コリントの三章を開いていただきたいと思います。六節をお読みいたします。神は私たちに新しい契約に使えるものとなる資格をくださいました。よくわからない方は作りに出てますのでね、見てください。文字に使えるものではなく御霊に使えるものです。文字は殺し、御霊は生かすからです。今日はこの箇所を中心にお話をしたいというふうに思います。改めて皆さんこんばんは。インターネットの方々こんばんは。おはようございます、こんにちは。白馬キャンプが近づいてきましたけどもですね、その映像がありますので、それをまず見ていただきたいと、こういうふうに思います。何食べたいですか？ハンバーグ。もちろん。せーの。せーの。食事。CS でみんなに会うことです。テーマは神様に対してどんどん祈ろうということです。温泉に入ることですかね。ですか、はい、私は地方の子と交流するのが楽しみです。全国からいろんなオーケストラ、楽器をやってる人たちがみんなで集まって演奏する時間が毎年の楽しみです。映像セミナーも気になるし、でもなんかそれ以外の健康セミナーとかアレンジセミナーとかブロックセミナー、いろいろ楽しみなもの盛りだくさんで、まだ決めてないです。だから前向いて後ろ振り返らずに進もう。何に勝ちを初めて参加します。 J ゴスペルコンテストファイナルイン白馬がやっぱり行かないと見れないので、それを楽しみに参加しようと思ってます。Call me
ずっとギフさん聞かせていただいてるんですけれども、ギフさんもグランドチャンピオンとしてどう迎え撃つかというか、何の曲を歌うのかなっていうのがすごい楽しみで、今からワクワクしてます。そうですね、このラジオが小さい頃からも行ってますので、もう10回以上行ってると思います。人生の転換期になった、いくつかの転換期になったキャンプでもありますので、非常にこの神様の祝福の恵みがいっぱい詰まったキャンプです。ぜひ、たくさんの方に、ね、見えてほしいと思います。神様の御心がここにあるということを何度も祝祭ですね。主よ来てください。永遠の命の一つの面は神との交わりの場です。そして実際と永遠に神と共に生きる。はい、どうもありがとうございます。7月24日でしたっけから、27日まで、本キャンプは25日から27日までですね。白馬のキャンプが行われます。どなたでも出席することができる素晴らしいキャンプですので、ね、どうぞ皆さんいらっしゃってください。そしてキャンプっていうとですね、まず非常に思い出に残りますね。でよくね、最近考えるんですね、まあ、我々は永遠の存在ですから永遠に生きるわけですよね。そしてその永遠の中にいるときに、今も振り返ってみたらね、どんなふうに見えるんだろう、どんなふうに感じるんだろうというふうに思うんですね、まあ、非常に、今大切な時であって、キャンプの素晴らしさというのも思いますが、それ以上のいろいろな恵みというのを、ね、見てくるんではないかと、こういうふうに思います。それとともにですね、キャンプでは、ね、より強く精霊様が働くので、ね、癒しとか変えられるとかいろんな技が起こってくるんですね。で私もですね、キャンプを通していろんな恵みを受けたんですが、一つは最初クリスチャンになった後にあんまり祈らなかったんですね、まあ、10分間ぐらい祈るのを2週間ぐらい続けて、3週間また祈らなくなったとか、そういう連続だったんですね。それで最初にね、松原湖キャンプって行ったんですね。松原湖畔にて朝っていうやつですね。でそこでね、祈る決心をして、そしたらね、精霊が働いてるから祈れたんですよね、20分間。そしてね、帰ってきてからね、1時間に上げたんですね。そしてね、そこからね、祈れるようになっちゃったんですね。で祈りを通してね、体験的な面が開かれますから、そこからね、神が生きて働いておられるといういろんな体験をするようになりましたね。ですからね、一つね、鍵になったんですよね。それとともに、学生の最後の時にキャンパスクルセイドのキャンプがあったんですね。その当時キャンパスクルセイドの総主というのは新井浩二先生だったんですね。もう絶大な人気が起こってましたね。新井やんって周りにいっぱいいましたしですね、まあ、囲まれているような感じで、私その当時ママシじゃなかったので、共同恵みだったので、ね、ちょっと斜めに見てですね、対抗意識みたいなねありましたね。もうああいうのとは違うぞみたいなねそういう感じだったんですね。それでですね、その時に面白い体験をしたのはですね、まあ、司会者になったんですね。世の政界の司会者になったんですが、その時証しをする人が17歳の盲人の青年だったんですね。で初めて救われて半年で初めて証しをするということ で、 よく目が見えないから、ね、お世話してたんですね。そしてね、その方の証しを聞きました。初々しい初めの証しですね。それは後に有名になっちゃったんですね、その人はね。何て言ったっけ、え
新垣つとむでテレビも出てきましたね。さわわさわわさわわって、で途中でね何回かお会いしたんですね。そしたら話してみたらね、知らないっていうの、頭きましたね。あんだけ世話してやったのにね、最初の証の時の司会は私なのに知らないなんて言ってですね、まあでもね彼はね牧師としてね活躍してますよね。それでカイロ団になったんですね。で もちろん穴井先生人気があるから、もう穴井先生の前に人が群れてるわけですよね。で帰ろうとすると大体一緒に移動しちゃっていくわけですよね。ところがね、何かのごたごたとか何かのことがあってね、どうなったのかって、新井先生とママ氏の沢本さんとね、私3人になっちゃったんですね。で私は新井先生のそばに行こうなんて全く思ってなくて、逆に遠ざかろうみたいな感じだったんですが、具合によってねそうなっちゃったんですよね。そしてね電車に一緒に乗るというねことになったんですね。そしたらね、確か新井先生がね大福くれたんだ。で私は大福をいただいたんですが、ちゃんと握れなかったので、そのままねペタンって下に落ちたんですね。そしてね私はもう食えないっていう、そういう表現を表したんですね、新井先生。そして新井先生がねこうやって下に手を伸ばしてね、これやってですね、で下の粉があるでしょ、大福だから、パンパンペ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 ンってやってね、で私の前に出してですね、食べられますよとか言ったんですね。で私はね、まあ、当然食べなかったわけですけどでもね、その3人で行きながらね、不思議な感覚があるんですよね。あれってね、これ神様は何か示してるぞって感じなんですね。なんかこの3人に神様の特別な御心があるんじゃないかな。で私ね覚えておこうと思ったんですね。これは特別なことじゃないかなと、こういうふうに思ったんですね。でその後私がカリスマ問題で教会を出て、でママ氏教会の会員になったんですね。で会員になった直後に、まあ、私は新学生だったので、新井先生が OSCC のね総主事だったんですね。伝道部全体の総主事で、伝道部の総主事。そしてね、新井先生がね私を選んでくださったんですね。それでね、そこでまず新井先生と佐本さんと私のねコンビができて、それに吉玉さんという人がいて、4人で伝道部を運営やるということになって、そこはねカリスマの動きの中心になったんですよね。そうしましたら、それが日本の教会の問題となって、カリスマの第一線になっちゃって、そしてですね福音派から処分が出たんですよね。何かというと、新井先生のカリスマ的活動の停止、学生伝道の停止、そしてですね、カリスマスタッフの秋元沢本の、秋元って私、即刻解任と。でそこで深い関わりだったんですね。そしてね、それで教会をそのところをね離れて、そしてね私はまばし教会の副牧師になったんですね。その後佐本さん伝道師になったから、新井先生と私と佐本さんのコンビができちゃってね。でママ氏の運営は神様がね新井先生を通してなしておられましたけども、その補助をするという特別な関係になったんですよね。それとともにね、私たちが霊的な流れを引いてすねる声を始めたでしょ。そしてね、晩年は新井先生がこちらに来てね、最後の説教をこちらでするというような形で、非常に親しい関わりでね、そして神様の導きがなさいました。でその時にね、あそこで示されたことはまさにそのように成就してたっていうことをね感じます。で特別に聖霊の働きがあるのでね、特別なことを体験する人は多いんですね。キャンプでね特別なことを体験したことのある人、何人もいらっしゃいますね。うなぎ食べたとかそういうことじゃなくて、うなぎ食べたことも素晴らしいことですけどね、皆さんね、今回言います、何人もいます。それとね、小さなことで素晴らしいことがあるでしょう。それを体験するんですよね、キャンプの中でね。それでね、皆さんがね祝福を受けやすいかね受けにくいかってね、
テストがあるんですね。でね、これをね、どちらを選ぶかでね、祝福を受けやすいか受けにくいか分かるんです。と右の方を選ぶ人、いや青い丸、青い丸あ、何かいますね。左の方を選ぶ人、左はいないかな、ね、手挙げた人はバカじゃないのこんなことで祝福が受けるか受けないか分かるわけないただね、口の言葉っていうのは重要なんですだって、ね、分かるわけないでしょこんなのねでね、例えばキャンプに行くときね、あ、私はキャンプで祝福を受けるってね、皆さんね、思ってる人、言ってる人、これ祝福を受けるんです。皆さんね、言ってもいつもと一緒だと何も変わらないと思う人、もう大体何も変わりません。これは気をつけた方がいいんですよね。例えば問題でもね、問題に対してね、解決ができるって言ってる人とね、解決し、そういう方々はどんどん解決して、ね、確かに問題解決の時には約束の言葉がありますから、解決ができるっていうのは言葉に立って言えばそれは正しいわけですよね。でそのことがね、大きなポイントとなります。ですからね、キャンプでね、特別な祝福があるんですけど、私が祝福され素晴らしいことを見るって言ってるのと昨日と一緒、1週間前と一緒と言ってるのと皆さん違うんです。人生においてもね、私は特別な祝福があるっていう人とね、そうでない人ってね、違うんです。皆さん、ですから皆さんね、告白してください。告白してくださいね。そしてね、神様はね、キャンプを通して特別な恵みを与えてくださいます。それでお金がないとかそういう方々はね、サラ金に行かないでください、ね、生活費をね転用しないでください。むしろキャンプの費用をね、生活に転用した人いますねそういうのはダメ逆もいるからね、嫌になっちゃうね人それぞれですけどですね、それはそれぞれとは言いませんのですね。で祈った時に神様はね、祝福したいと思ってるんです。キャンプがその祝福の一つの大きなポイントなんですね。多くの人たちはね、答えられるでしょう。それとともに都合がつかない時に、勇ましい人がいましたね。何人も昔はね、キャンプに来るためにですね、会社辞めてきたと、自分を叩きつけてきたと、部長俺はキャンプに行く。それは特に示さればいいですけど、でもね、そういうことなしに祈っていただきたいと、こういうふうに思いますね。それでね、大体この辺から奇跡の時間になってくるんです。ね、トルコに行った時にクーデターに遭いましたよね。で解決してね。そして飛行機に乗ろうとした時にものすごい人々がいっぱいいてね、もう乗れるような状況ではない、もう数日待たないと乗れないだろうと、そういう状況だったんですね。それで並んでいた人 半分いなくなっちゃった。でもね、我々は並んでたんです、ね。まあ、一つはもうやっぱり主の促しは並んでるあるなと思ってたっていうことと、それでね、並んでてね、ずっと後ろの方だったの。容量が悪い、容量が悪い、主の時間の人容量悪いんで、まあでもね、押しのけで前に行くよりはいいかみたいな感じですね。いや、私ね、容量がいいんですよ。困っちゃう。何が困っちゃうのかっていうとね、
だいたいね、いつもね、アメリカの入国検査をするときは1位で、遅れないんですね、具体的に。その時もね、私前の方にいたんですが、みんな後ろの方にいるからしょうがないから後ろの方にいたんですね。あ、その時は、ね、62名の奇跡の時かな。そしてね、もうどう見たってね、切符が取れっこないと。そしたらね、チームの人たちが言い始めたんですよ。回線に行ってる人何人かいたから、みんな知ってるんですよ、奇跡が起こったって。そしてね、言ってるんですよ。私も思ったんです。そろそろね、奇跡が起こる時かなと。それ他の方で何人か言ってるんですね。この辺でね、奇跡がそろそろ起こってくると、絶対不可能な状況になったんですね。そしてね、人がやってきた。もうその瞬間にね、あ、私この人を通して何か起こるかなと思って、何人かそういう顔してましたよ。そしたらね、私たちだけこっち来いって言われて、その人についてったらどうなったのかっていうとね、切符取りしちゃった。全部通路が欲しいチケットを取った。そしてね、私たちについてきた人、日本人がいるんです。その日本人もみんな得しちゃった具体的にね。それでね、そろそろ奇跡が起こってくる時なのでね、どうぞ皆さんね、奇跡が起こる前に諦めてね、奇跡が起こるのをね、失わないように。そしたら皆さんね、素晴らしい祝福がここにあります、恵みがありますね。それをね、受けていただきたいと、こういうふうに思うんですね。それで、イスラエルのビデオがありますので、それを見ていただきたいと、こういうふうに思います。
イスラエルチームがですね、10月の29日から11月の10日の予定で行きます。どうぞ皆さん加わっていただきたいと、こういうふうに思います。もう最近気がついてきたんですね。一つはですね、私が主の十字架に来た恵みの一つはイスラエルに行けることだなというふうに思います。こんだけ皆さんね、イスラエルに行ける機会の多い教会はないです。具体的にね、たくさんの人たちがイスラエルに行きましたね。そしてイスラエルに行かなくても祝福を受けますが、行くことは特別な祝福であるということをね、感じるんですね。それで何度もこう言いますが、お金を神にしないでください。お金を神にしないというのは何かと、お金がないから私はいけない、できないっていう、そういう考えに縛れない。私言われたんです、神様に。何て言われたのかって、あなたはお金を神にしてる、お金がないならできないと思ってる、そうじゃないでしょって、ね、見心でないならできないと、見心ならば悪でしょって声を言われたんです。で、私はね、自分を顧みてみてはっきり思いましたね。お金を神の位置に確かに与えて置いてたってね、が悔い改めたんですよね。そしてね、最初にイスラエルに行った時に、私はイスラエルに行くつもりは何にもなかったんですね。で、逆にね、イスラエルに行く人たちをね、チャラいと思ってました、ね、あんなチャラいのとは私は違うぞってね、ね、そんな軽率にイスラエルに行ってね、イスラエルに行った行ったってね、そんなこと言えないと、私はもうこの地にとどまってと思ったんですね。じゃあなんでイスラエルに行ったのかっていうと、神様が行けって言ったからですよね。で、その時もね、神様の凄さに驚いたんですね。それは何かっていうとね、まあ、長戸君がね、会計やってたのでわざわざ細かいことで連絡してきましたけどもですね、その当時のね、私の給料はね、10万だったと思ったら18万なんですって。そしてね、家族でパトモスに行きなさいって言われて180万かかったんですね。で、どうしてそんなにかかったのかっていうと、その時はね、ロシアに行ってパトモスに行ってイタリアに行ってポルトガルのファティマに行ったからですね。だから待ったんですね。で、こんだけかかったんですね。それでね、私ね、不信仰ですよね。私ね、こんなお金が来るわけないと、どう考えたってね、そんなお金が来るような可能性のあるルートは一個もない、ね、だからね、私ね、祈りなさいとかね、行きなさいっていう言葉は山ほど聞いてたんだよ、予言を通してね。でもね、もう固く私の心は動きませんでした。お金が来るわけないと。そしたらね、聖霊に言われたんですね。あなたは祈ってませんねって。でも確かにそうだったからね。それで悔い改めて祈ったんですね。で、祈れって言ったから祈ったんだけど、祈りながら思ってるんですね、来るわけないと。そしたら来たんですよ。私のね、不信仰をあざ笑うかのように、お金がね、と思うほど来たんですね。でね、いくら来たのかっていうとね、230万。私はね、180万なんて絶対来るわけないと思ったら、プラス50万で来たんだ、ね、だから私の不信仰ね、あざ笑いしちゃった。そしてね、その時言われたんですね。何を言われたのかというと、50万でイスラエルに行きなさい。こう言われたんですね。それでね、イスラエルに行くことにしたんですね。その時皆さんに何度か言ってますが、素晴らしい神様の、ね、言葉が来ました。どういう言葉が来たのかというと、このような派遣はあなたの派遣で一生に一度だけです。で、バックパッカーみたいな感じでね、こう言ったんですね。で、まさにね、今に至るまで200回以上の派遣の中で、このような派遣はね、あれ以外なかった。
その時にちょっと感じるんですね。神様がね、私の人生全てをしていてね、そして導いておられるっていうことをね感じます。で、皆さんの人生全てを知っていて、また導いてくださいますよね。そしてね、行った時に特別な霊的な祝福を受けましたし、まあ、行かれた方は皆さんね受けると思うんですね。特別な恵みを受けたんですね。そしてね、最後の日ロングビーチの横のホテルに泊まったんですね。ですからほとんどロングビーチの位置だったんですね。小屋に泊まりながら、ね、祈ったんですね。またイスラエルに行きたいってね、それで思ったんですね。経済的なことを考えると、一生に一度ねイスラエルに行けるだろうかと思ったんですが、まあ、ともかく祈った。そしてね、日本に帰ったら本があって、そしてね、田中正夫先生の本で、その本に何て書いたのかっていうと、イスラエルに1年1回10年連続で行けるように祈った、そしたらそうなったって書いてあったんですね。で、皆さんね、私はやっぱりちょっと性質は得なことがあるなと思いました、ね、それ何かっていうとね、私自分に当てはめたんです。そして、ね、思ったんですよ、これなるぞって。で、要はね、それでね祈ったんですよ。そしてね、最初は10回から祈ったんですが、10回じゃ少ないと思って20回にして、30回にして、40回にして、今50回以上ですね。で、言ってるのは30回以上言ってますね。で、この間ね、じゃあ一体何日ぐらい行ったのかなと思って、365日を超えてるかなと思ってちょっと計算してみたら、300日を超えていますが、365日は超えてなかったですよね。それが答えられたのです。でね、私もよくね、こうしないといけないと思いますね。それは皆さんが証しをするじゃないですか。そうするとね、例えばね、うなぎ食えたって言った時に、うなぎは食わないから祈らないけど、私にすぐ祈り返すんです。私にそのことが起こるようにって、ね、で、私の鍵はね、田中正夫先生の本を読んで真似したことです。実際にやったことですね。で、30数回でしょ。それはアメリカで適用しましたからね。アメリカ100回以上行ってますよね。多分ね、信じないと思いますよ。で、私100回以上行ったって証拠がありますから、具体的にね。それから長崎、悪いけど長崎ここから見ると外国なんです、ね、長崎から来た方がいらっしゃいますで、私ね100回以上祈ったんですね。200回ぐらい行ってますかね、具体的にね。で、皆さんね、祈りはね思う以上に聞かれます。そしてね、その中で神様のね技が表されていくっていうことをね覚えておいてください。それでね、イスラエルに行くときにガレアで会いましょうって言葉が来るんですね。で、ガレアで祈る時のね、特別な神様の臨在と恵みというのは非常に素晴らしいものです。それとともにですね、オリーブ山の上で祈るんですけど、で、その時にねちょっと感じることがあるんですね。ヤコブがね、天使が上り下りしてるのを見て天国のもんだって言いましたよね。で、私はオリーブ山の上もそうじゃないかと、そういうふうに感じるんですね。もちろんどこからでも天に登れるのかもしれないし、天国も門みたいな、ね、特殊な場所があるかもしれない。で、どこからでも登ればね、オリーブ山の上もそのうちの一つに過ぎないことになりますし、どこか特別なところがあるならば、オリーブの山は特別なところだなと思うんですね。それはどうしたかっていうとね、そこからイエス様が昇天されたんですね。この雲の中に消えて、そして天に行かれた。今度は再臨するときに、そこからイエス様が降りてこられる。そして聖徒も共にって書いてあるから、聖徒っていうのは我々だから、我々も天から共に歩んでいくと。そうするとね、天国に一番近い島って映画があったんですね。で、考えてみますとね、天国に一番近い山ってことになりますね。ね、皆さん想像しない、私想像するんですよ。そうするとね、
まあ、特別な、なんて言いますかね、感覚を感じますし、そしてね、永遠における自分自身っていうのを感じて、あの祈りのね感覚がちょっと違うんですよね、具体的にね。で皆さんね、受けられる祝福は全て受けるように、ね、そして与えられる可能性のある祝福は全て貪欲に求めるように、で求めるものが受けてますね。あのお金のない人がいけないわけじゃないんです。で皆さんね、求めてくださいね。そしてね、私たちってすごい愛されてるんです、神様に、ね、皆さんはねすごい愛されてます。具体的にね、すごい愛されてますね。そうするとね、どうするかっていうとね、愛してるものに対して最高を与えようとしますよね。だから神様はね、私たちに最高を与えようとしてるんです。で私はですね、イスラエルに行くことはその中の一つとして含まれていると私は思っております。だから今三十数回行ってるわけです。アメリカは100回以上行ってますよね。これからね、もっとたくさん祝福を表してくださいます。でどうぞ求めてください。で皆さんはね、その中で神様の特別な技と祝福を見ていくということをね、覚えておいてください。それで1分動画がありますので、それを見ていただきたいと、こういうふうに思います。皆さんこんにちは。今回は患難時代についてです。黙示録4章以降には、イエス・キリストがオリーブ山に再臨される直前の7年間のことが書かれています。この7年間を患難時代と言います。患難時代は前半 3.5 年と後半 3.5 年で分かれ、後半は大患難時代と言います。それでは患難時代はいつから始まるのでしょうか。ダニエル書9章26、27節を見ていきましょう。来るべき君主とは反キリストのことです。一週とありますが、これは1日を1年とすると7年となり、患難時代の7年を表しています。多くの者と固い契約をしとあります。この箇所は聖なる都、つまりエルサレムへの予言なので、この契約はイスラエルを含む契約、つまり中東和平のことです。そしてこの和平は一週の間とありますから、患難時代7年の最初に結ばれることがわかります。つまり反キリストが中東和平を締結し、それが患難時代のスタートの印なのです。患難時代とはどんな時代でしょうか。戦争、大地震、大災害、クリスチャン迫害などが起こり、ハルマゲドンの戦争までに人類の2分の1が死ぬという、未だかつてない困難な時代です。特に後半の大患難時代は歴史上最も暗く厳しい時代となります。しかしこの時代、神様の働きは大きく進みます。そのお話は別の回でさせていただきます。私たちは近づく患難時代に向けて目を覚まし、備えていく必要があります。それではまた。はい、どうもありがとうございました。これから、近い将来に患難時代の7年間が始まります。あとの 3.5 年は大患難ですね。そして7年目にオリーブ山にキリストが再臨されるんですね。そしてこの7年間の、一つの近づいた印はイスラエルの建国ですね。それからヨーロッパが一つとなり、それが強力な国となってくる。そして実際上のポイントは中東和平ですね。反キリストによる中東和平と、こういうことになります。でそうしますとですね、何がわかるかっていうと、これから大変な時代がやってくるっていうことなんですね。それで私はですね、歴史的な、器とお会いいたしました。ワンミンタゴって言うんですね。中国の迫害されているクリスチャンの代表的な人で、そしてね、上海に軟禁中って朝日新聞に書いてあった。で我々ね、上海に行くことになったんですね、聖書の持ち込みでね。
ずっと昔の話ですよね。私ね、会いたいなと思ったんです。ワンミントンにね、で会う方法があります。何の方法か、祈り。それでね、チームで祈ったんですね。ワンミンタオと会えるように。そしたらね、主が言われたんですね。顔と顔を合わせてあなた方はワンミンタオと会う。住所も知らずね。そしてね、連絡先も知らなかったですね。ところがね、会ったのですよ。もうそれはね、感激の時でしたよね。向こうの、奥さんもスタッフの人も我々も泣きました。ワンミンタオだけが泣いてなかったですね。でね、そこでお話ししたときに、まあ、一つすごいなと思ったのは、迫害されている器にもかかわらずね、説教テープを作ってんですね。もうそして全中国に送り出してました。めげずに伝道されてたんですね。すごいなと思いましたね。そしてお話ししたときにね、御言葉で語ってくるんですよね。でまともに言葉は言ってこないんですよね。私どうしてなのかなと思ったら、何かね、秘書の方がね、政府から使わされたもので見張られていたそうですね。ですからそういう言い方をされたんですね。それで言われたのはね、困難が来る、それを言われたんです。でね、周りにキャロラルさんとお会いした時も、最初にお会いした時もお茶の水に迎えに行って電車で行ったんですが、その時マーニーさんがね、私は預言者ですって言ったんですね。預言するんですね、マーニーさん。そしてね、言われました。預言者として言いますが、アメリカでも迫害が始まると。これ迫害が始まりますよって言われたんですね。で、皆さんね、その2人の異なった器から言われた言葉って非常に印象に残ってるんですね。しかも皆さんね、長崎殉教政界でしょ、長崎ちゃんぽんを食べに行く日ではないのです。あれはそれは何かというと、どうして私たちが長崎に導かれているのかって言いますと、これはね、厳しい時代に対する備えってことをね、言っておられるということをね、思います。ですからいろんな問題が起こってくるということですね。でその中で、マーリンさんが、ね、ちょっと言われたことは、感謝を知らなければこの時代を乗り切れないってこう言われたんですね。で私は困難に出会った時に牧師にこう言われました。何かというと、あなたはこの中で一番の困難に、教会の人の中で一番の困難に遭ってる。そうするとね、お見舞いに来るわけですよね。そうするとお見舞いに来る人がね、もう分かるんですね。こっちからね、どういう顔をしていいか分からないってね、そういう感じで来るわけですね。人によっては失礼なことを言った人がいますね。日はまた昇るとか、なんかね、なんだ今落ちてんのかみたいな感じですね。でもね、面白かったんです。楽しかったですね。修学旅行行ってるみたいでしたよね。でどうしてそうなったのかっていうとね、神様の力ですよね。でその時一つ大きなポイントがあるのは、祈りと感謝と従うってことが一つ大きなポイントとしてありました。で私ね、中に言われたんですね、女の患者の人にね、あなたはね、いつも嬉しそうでいいって、ね、私もあなたの中にあるものが欲しい、ね、神様のことですね、言われました。ですからね、皆さんね、困難とか問題に皆さんが直面したとしてもね、神の言葉がありますよね。で圧倒的な勝利になるって書いてあるでしょ。神の言葉は変わらないから、圧倒的な勝利が現れるわけです。全ては益となるとあるでしょ。神の言葉は変わらないから、全ては益となるんですね。ですから皆さんね、今から信仰の備えをなしておいてください。感謝をし、聞き従いで、ね、祈る。でその中でね、主の素晴らしい技と栄光を見るっていうことはね、非常に大きな祝福です。そしてね、もう何度も言いますが、言葉には気をつける、ね、はっきりと告白してください。私に祝福が来る、ね、そして私に素晴らしい人生がある。で聖書に書いてあるんですね。従うならばそのようになるっていうことはね、書いてあるっていうことをね、覚えておいていただきたいと思います。
それで、聖書のところに入っていきたいと、こういうふうに思うんですね。これからもう一個言っていかないといけないやつがあるんですね。それは何かって言いますとね、今、風の響きの6週の応募がされています。でその時にね、なるべく早めに出してください、ね、多分今ね何枚ぐらい来てんの？あんまり来てないですよね。10枚来てるかな、10ぐらいあるかな、ね、どうぞ皆さんね、最後の1日で200も送るなんてことはね、どうぞ山川さん殺すようなもんですからですね、もう今からやっていただきたいと。夏休みの宿題は早めに。面白いことがあるんですね。夏休みの宿題をスレスレに出した人が多かったのがよく分かりますね、うちの教会はね。しかもね、早めに出していた人まで遅めに出すんですね。だから大変なことですよね。それで作詞作曲をやるときにはですね、一つは何かっていうとね、今までのような信仰的な素晴らしい賛美をね、どうぞ皆さん作ってください、ね、でたくさんの方々がそれを通して恵まれますしね、神の働きが進みますよね。それとともにですね、ノンクリスチャン向けのゴスペルの歌、これを作る必要がある、ね、でノンクリスチャンって言っても2通りあって、若いノンクリスチャンと年取ったノンクリスチャンがいるんですね。もちろん間のノンクリスチャンもいるんですね。だから各々曲の趣向がちょっと違うんですよね、具体的にね。ですから、できる方はそれに配慮しつつ作っていただきたいというふうに思いますね。もちろんクリスチャン用語とかなんかを避けつつね、しかしね、あまりにも避けすぎると何言ってんだか分かんなくなる。であまりにも避けすぎるとどこの紙だか分かんなくなる。そういうのは気をつけていただきたい。だからそれは適当にやって、要するに最善な形でやるとね。そして例えばヒットしてるノンクリスチャンにヒットしてる歌でも、例えば God is Love なんてね、 God is Love で God is Love って出してるわけでしょ。ですからそういうパターンもあるのでね、聖霊によく聞きつつ対応をね強めておいていただきたいと、こういうふうに思うんですね。それで、ノンクリスチャン、あるいは、もう一つはね、英語の賛美を作ってほしいと。で、英語の賛美ができる人は、日本語も一緒に作っておいてほしいと、ね。そういうことをですね、お願いいたします。それは何かというと、賛美を通してね、特別な祝福を、この神様を表すとともに、リバイバルのポイントとしてね、全世界に持ち上げていくっていう言葉があるからです。それとともに多くの方々がね、この賛美を通してね、神様に導かれるというね示しがあるからです。ですからね、今作ってるね信仰の歌とともに、もう全部信仰の歌なんですよ、ノンクリスチャン向けでもね。でノンクリスチャン向けの信仰の歌、しかしね、何だか分かんない信仰の歌なのでそう書くべきことは書いておかないといけないので、それをね見といていただきたいと、こういうふうに思います。それでね、聖書の方に入っていきたいと思うんですね。それで第二コリントの3章の6節、神は私たちに新しい契約に仕えるものとなる資格をくださいました。文字に使えるものではなく、御霊に使えるものです。文字は殺し、御霊は生かすからです。でここで対比が出てくるんですね。それはどういう対比かっていうと、新しい契約って言ってるんですね。新しい契約、当然それに対しては古い契約とは書いてありませんが、古い契約ですね、これがあります。そして新しい契約が御霊って書いてあります。括弧して信仰ね、
そしてね、古い契約はね、文字って書いてあります。そしてね、文字のところは殺すって書いてあります。そしてね、御霊は生かすって書いてありますね。で、この古い契約っていうのは旧約聖書のことですね。で、新しい契約っていうのは新約聖書の教えの中心のことに関して言ってるわけですね。そしてね、古い契約、なぜ文字かって言いますとね、旧約聖書は律法が中心だからですね。そしてね、律法を守ることによって救いを受けるって、こういう考え方なんです。これは旧約聖書の中心なんですね。ですから私たちがですね、クリスチャンになった時によくこのパターンの中に入っていくわけですね。私は福音派にいましたから、その中でですね、多くの人の証を聞きました。私もこう言いました。私は罪が許されました。本当に許されたんですね。そしてですね、罪から解放されましたってこう言うんですね。で、みんな罪から解放されましたって言うんです。で、そうしますとね、大体の人はね、クリスチャンになってね、より清められてます。行動が良くなっています。で、大体の人はね、例外はいるかもしれませんが、例外にならないようにしてください皆さんね、具体的にね。ところがね、ここにね、古い文字は殺すって書いてあるんですね。これは何かって言いますとね、確かに神の助けによってね、ある事柄から我々は解放され始めるわけですが、同時にね、私たちは罪に勝てないとして汚れたものであるっていうね、そういうことがね、だんだん分かってくるんですよね、具体的にですね。そしてね、律法を守ることによって何が分かるのかというと、私たちが罪人であるということが分かってくるのです。だから、前にも言いましたけど、昭和期の、ね、作家はみんなクリスチャンになったんですね。で、ほとんど廃墟しました。それは何かというと、律法を守ろうとしてそれができなかったから。しかし、それは律法を守ることによって何を神様が教えようとしているのかって、それを私たちが完全には守ることができないよってことを教えようとしているんですね。そうしますとですね、ある方々は思うんですね。私は神の前に出るような人間ではないと。正解です。皆さん、私たちは神の前に出れるような人間ではないのです、ね、私たちは罪人であり、さらに永遠の滅びに定められた罪人なのです、ね、だ、正解なのですね。だから神様のそばに行けないっていうのは不正解です。だから神様のそばに行くわけですね。それが一つね、大きなポイントとしてあるということをね、どうぞ覚えておいてください。しかしね、イエス様は十字架にかかることによって全ての罪を許されたのですね。ですから、私たちがね、罪を裁かれることはありません。なぜなら、全ての罪は許されたからですね。それとともにですね、罪の呪いもなくなったんです。罪を犯した結果こういうことが起こりますよっていろいろ聖書に書いてありますけど、それもなくなったんです。だから完全に許されたわけで、そして許されただけではなくて祝福されちゃったってことが起こってくるわけですね。ただし、それはですね、信じなければならないんですね。例えばダビデっていう王様がいました。神様に従った素晴らしい王様でしたけども、神様に従っている最中にバテシバとカインの罪を犯したんですね。で、ウリアを殺してしまいました。もう、律法によれば死刑ですよね、具体的にね。ただし、このダビデは神様の前に指摘されたときすぐ悔い改めたんですね。聖書を見ますとね、指摘された瞬間に悔い改めていることが分かります。その時に、ね、何て言われたかというと、すぐね、預言者を通して主が言われたんですね。許したって。で、私に思うんですよね、
だって会員と殺人でしょ。私謝ってもそう簡単には許したくない。もうちょっと反省の時間を取っていただいて、苦しんでいただいて、のたうち回っていただいて、そしてこちらも納得できたら許してあげたいと、こう思ったんですが、主はね、一瞬にして許してるのです。だから皆さんがね、罪が許されるときはどういうときかというと、皆さんがちゃんと真心から神の前に立って罪を悔い改めるとき、その瞬間に許されています。許されたんですね。そしてね、その中でね、ちょっと肝心のは何を感じるのかって言いますとね、許された人に最高の祝福が来たんです。ダビデを信じましたよね。でちょっと面白いなと思ったんですね。それは何かというと、バテシバと問題を起こしたわけでしょ。そしたらね、その後バテシバからソロモンが生まれてくるわけですね。ソロモンが後継者になるのですね。そうするとね、バテシバの家系は豊かに祝福されたということになります。で、私たちはですね、十字架によって罪が許されただけではなくてね、最高の祝福と恵みを受けたということになります。で、皆さんね、私たちは罪人ですけども、その十字架を信じて罪を悔い改めるとき、その恵みの中にはっきりと入るときに完全に許されるんですね。そしてね、その中で最高の祝福を受けるということです。最高の恵みを受けるということですね。そしてね、私たちは愛されているのです。で、愛されているものに神様は最高の祝福を与えてくださるということね、どうぞ覚えておいていただきたいと、こういうふうに思うんですね。そしてね、そこに一つ大きなポイントがあります。一つは何かと言いますと、イエス様が十字架にかかって、捕まるときにですね、弟子たちに前もって言うんですね。そうするとね、ペトロが言うわけですね。こういうような内容ですね。彼らがつまずいても私はつまずきませんってどうしてもね、誰かの真似になっちゃうんですね。こう言うんですね。ところがイエス様が捕まったときに、ペトロはね、逃げ出すんです。そしてね、イエス様を知らないと3度否めます。つまりね、裏切るのです。で、私はね、思うんですね、これは落第だなと思うんですね。弟子たちのリーダーでしょ。で、3年半訓練を受けてきたものでですね、そしてね、それがね、逃げ出す、裏切る。そうしますとね、落第ってことになりますね。で、私だったら間違いなく落第と、もう一回やり直すと、こういうことを言いますですね。ところはね、おかしなことが起こってくるんですね。それは何が起こってくるのかというと、裏切った50日後、ペンテコステの日、リバイバルが起こるんです。で、3000人が救われるんですね。で、3000人が救われるときに、誰が器となったのかというとね、あのペテロですよ。大失敗したばかりのペテロ、そしてね、つまずいたばかりのペテロ。じゃあどうしてペテロがそうなったのかっていうと、ペテロはですね、一つ通過しなければならない学びがあったんです。それは何かっていうとね、自分が罪人でありどうしようもなく弱いものであるっていうことを知る必要があったんです。ですから皆さんね、イエス様が捕まった時、ペテロは私は裏切りませんって言った時に、そうでない自分自身の実質を見て、そしてですね、自分の弱さで罪人であるってことを知ったのです。そしてね、知ったことがペトロが立て上げられる大きなポイントとなったのですね。具体的にですね、私があの、教会に行った時にこういう感じだったんですね。それはあの、何度か言いましたけども、一番遠いところから一番教会に行ってたわけですね。まだ新学生とかなんかなる前に、出席の
ランクをつけたんですね。でランク1位私、2位牧師、3位副牧師でした。だから牧師と副牧師を破ったんです。副牧師は石川浩二先生、これを破ったんです、ね、そしてね、奉仕は徹底してしまいました。だから言われちゃったんですね、牧師に、人の奉仕まで取るなって。ということはね、教会の中で優等生なのですね、具体的にね。そして私も最初からその献身の道に入ってました。だ理由は簡単ですね、神様がいらっしゃるならそれが最善の道だと思ったからです、具体的にね。ですがみんなそういう目で見てたんですね。それで伝道もしてましたしね、いろんな働きがその中で起こっていましたですね。そしてね、進学校に行こうとした時に、進学校に行きなさい、献身しなさいという言葉がね来ないんですよね。で私はでも献身して当然じゃないかと自分で思ってたんですね。で来ないんですよね。ですから進学校入んないわけですよね。でそうしますとね、周りの人たちがあなたは進学校に行くはずの人なのにどうして入んないんですかって言うんですね。それで神が言われないんですね。もちろんその時はね、自分が罪人だと思ってるわけですね。ただし罪人だと思ってるんだけど、隣の人と一緒、周りの人と一緒、私も罪人だけど同じ罪人っていうね、はっきりとした意識っていうのを持ってなかったんですね。ですね。ところがね、その後会社に入って、そして生活をしていく中でね、分かってきたんですね。あ、自分が罪人である。そしてね、神様の前に立てることのできない罪人、もちろん恵みで立ってますよ、恵みでなければ立てない罪人だ、それが分かってきたんですね。そしてね、私はね、一度として伝道者になろうということを自分から廃棄したことはありませんでした。もうなるっていうね、なりたいっていう、それ一辺倒だったんですね。ところがね、ああ自分がどうしようもない罪人だって分かった時に、もちろん悔やみをし、でその時にね、祈ったんですね。私はあなたの前にふさわしくないものです。そしてね、奉仕者になる資格のないものですってお祈りしたんですね。そして初めて一回だけ祈りました。もしあなたが奉仕者に導かれないなら、私はそれを受け入れます、なぜなら私はふさわしくないからですって祈ったんですね。そうしましたら、次の日聖霊のバプテスマを受けたんです。私の部屋で本を読んでいる時に、あることが終わった瞬間に突然なんか喜びに満たされましたね。そしてね、ちょっとこういう時威厳っていうのが来るのかなと思って、口出したらブワーって始まっちゃったんですね。で私は威厳を知らなかったので、気違いなのかと思ってですね、すぐ部屋から飛び出たんですね。そしてね、その日に、あなたを人間を取る良心にしてあげようという言葉が来たんですね。で私がね、伝道者に導かれたその原因は何かというとね、私がどうしようもないものであるということをはっきりと分かったということです。で資格のない、ふさわしくないものだということがはっきりと分かったということですね。ですから私の伝道者としてのスタートっていうのはそういうスタートなんですね。でこれは一つパターンだと思います。それなぜパターンなのかというと、ペテロがつまずいた時、裏切った時に、自分の弱さを知った時に、ペテロはね、リバイバルの器として立てられていったんですね。ですから私たちはふさわしくないものですけども、しかしね、それを神様が立ててくださる、祝福してくださる、愛してくださるということをね、知ることが必要であると、こういうふうに思います。そしてですね、文字を私たちの力によって守ろうとするならば、私たちは守れないことが分かる、ね、もちろんあることは守れるんですよ、主の助けのあることはね。でその中で知っていくんですね、罪人である、ね、しかしね、神様はね、私たちをキリストに似たものに立て上げてくださるんです。じゃあ罪人で終わるのかって、そうじゃないんですね。ここで書いたんですね、
御霊によって生きるって書いたんですね。つまり私たちの肉には私たちを清める力はありませんが、御霊様が私に働くときにその働きが起こってくるってことを書いてあるわけですね。それがガラテヤ書に書いてあるわけです。ガラテヤ書のどこに書いてあるかって言いますと、5章のところですね。17節18節を読みます。ここが書いてありますね。なぜなら肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この2つは互いに対立していて、そのためにあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです。しかし御霊によって導かれるならあなた方は律法の下にはいません。ここで御霊によって導かれるならっていう言葉がきます。そしてですね、22節にしかし御霊の実は愛、喜び、平安というのが来ます。そして25節、もし私たちが御霊によって生きるなら御霊に導かれて進もうではありませんかって言葉があるんですね。そうするとね、私たちに愛、喜び、平安とかね、誠実とか御霊の実が現れされるときに、これがね、私たちの努力の実とか肉の力の実とは書いてないんですね。御霊の働きの実であるって書いてあるわけです。つまり御霊が私たちを立て上げていくということになります。例えば、ペテロがね、神様を信じてるんだけどまだ肉に頼っている時にイエス様の十字架の時に逃げ出しました。裏切ったっていう大変なことをしましたね。ところが最後にペテロがどう死んだのかっていうと、まあ、伝承ですけどね、ローマが大変なのでペトロは逃げ出したわけですね。そしたら向こうからイエス様がやってきて、でイエス様はどこに行くんですか、あなたがローマから、ね、逃げるので私はあなたの代わりに十字架にかかりに行くとかなんかね、そういうようなことを言ったようですね。それで、ね、ペトロはそれを聞いて悔やんだので自分が戻ったんですね。そしてローマで逆さ十字架について亡くなったって言われてます。殉教したって言われてますね。そうするとね、一つの違いを見るんですね。それは何かというと、簡単にイエス様を裏切ってそれ逃げ出した時と、逆に殉教してまでも神様に従って逆さ十字架に着いた時と、この差を見るんですね。で、明らかにパターンが違ってるんです。で、どうパターンが違ってるのかというと、最初の時には肉の力で律法を守ろうとして、そしてですね、自分が罪人であることが分かった。しかし後のパターンにおいては何かというと、聖霊に導かれることによって彼の内側にね、神の御霊が強く働き、愛、喜び、平安の御霊の実が豊かになされていたということが分かるわけですね。で、主がすでに技を成してくださっています。じゃあ御霊に導かれるっていうのはどういうことかっていうとね、一つは祈るってことです。これが一つ大きなポイントなんですね。で、私はですね、聞き従いの本を書いてるんですけど、最初こもってたんですね。私は聞き従える、ね、それと分かり始めたんですね。主の助けのあることは聞き従ってると、しかしないときに失敗していると。肝心なことでたくさんの失敗を起こしました。しかしね、失敗してんだけどね、大丈夫だったんですね。主の助けがあったから。で、その中でね、一つ分かってきたのは何かっていうと、神様に聞き従う力がないって分かってきた。しかし聞き従えたのは何かっていうと、主の恵みであると。そしてね、祈りが一つの大きなポイントであるという。に気がつきました。だから私はね、当初完全に聞き従う自信はありませんでしたが、今はね、聞き従うので確信を持っております。それは何かというと、神様に祈ってますので、神様は私が聞き従うように助けてくださるんですね。で、どうして助けてくださるのかというと、聞き従うことは神の御心だから、私が真にそれを願うならば、
必ずそのようになるからです。だから私は祈ることを通しての聞き従う、そういうですね、確信を持っております。で、祈るということが重要なのです。そしてもう一つ明確に言ってることがあります。何が言ってるのかっていうと、導きに従う子なんです。導きに従う、で、聞かないといけませんよね、従うために。そしてね、導きに従うときに主がね、私たちのうちに技をなし栄光を表してくださるということをね、覚えておいていただきたいというふうに思います。そして何度も言ってますように、私たちは天国に行ったら栄華されるわけですね。キリストと同じようなものになるわけですね。もちろんキリストは神ですからね、我々とは男女の差がありますけども、しかし何が同じようなことになるかというと、キリストが御霊の身に満ちていたように私たちも御霊の身に満ちていくようになると。つまり私たちのゴールはすでに素晴らしいことで飾られているということですよね。で、導かれるときに私たちのうちにその技が起こってくるということをね、主が言ってるということを覚えておいてください。お祈りします。天の様も一人お一人のうちに豊かに働き、さらにご横と御業を表してください。何かこう思いつきの中で主の言葉がある方がいらっしゃいます。祈ることを通して見分けを求めていきなさい。その中で主の導きの言葉がこのあります。それを捉えつつ対応する中で主の技が起こります。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご用ことを御業を表してください。何か主の導きがあるんだけど気がつかない人がいます。それを祈っていることを通してはっきりと分かるようになるので、それを祈るように主は語っています。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご用ことを御業を表してください。失敗したことをずっと悔やんでいる人がいますが、失敗したことを感謝し、失敗した自分を感謝していきなさい。その時その裏に見えることがあり、その時示されることがあり、従う時に全ては益となるのが見えます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔やみの時、これもしたいと思います。それとともに各々で癒しのためをお祈りください。天皇さん、お一人お人のカード精神に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。イエス・キリストの宮やってめず、病の霊を今すぐお一人お人のカード精神ください。イエス・キリストの宮やってめず、病を今すぐお一人お人のカード精神ください。イエス・キリストの宮やってお一人お人のカード精神めず、癒されよ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 。何か色に関するちょっと問題がある方がいらっしゃいますが、これが癒されます。感謝して受け取ってください。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご用ことを御業を表してください。首のところはちょっと悪い方がいらっしゃいましたが、これが癒されました。鼻と目がちょっと悪い方が癒されました。イエス・キリストの宮やって、お一人お一人の門を精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお願い